どうもこんにちは。今日はステッチの補強をやっていこうと思います。折れ山あたりのこのあたりはもう仕上げてしまいました。こちらのカーブしているところが残っているのでこちらをやります。内側の明るい色の糸の方は切れてないので再利用ができます。外側はここからここまでもう糸がなくなっています。内側はしっかりと残っています。切れていません。針はこちらを使います。太すぎない針にしてください。太すぎると穴が大きく開きすぎて違和感が出ます。内側の糸が再利用できる状態だったので外側の濃い糸だけを使って直していきます。ほどけているところから縫っていきます。内側も外側も糸が切れてしまっているときは 1,2 個戻ってから縫った方が丈夫になります。ちなみに私はこちらの財布が2個目です。ステッチ補強を始めて2個目なので会社の人の知り合いの人のお財布を借りてやっています。練習用に使ってくださいということだったのでこちらのお財布で修理をしています。最初外側から内側に針が入ってきました。そして今内側から外側に戻っているんですけどこの時に残っていた内側の糸をまたいで戻っていきます。同じ穴に戻っていくんです。同じ穴に戻っていくのでまたいできた糸と引っ張り合ってギュッとなります。ではまた外側から内側に行きます。で出てきたら内側の糸をまたいで同じ穴に戻っていきます。でここでギュッギュッとして次1個先の穴に行きます。はい、内側はこの糸をまたいで同じ穴に戻っていきます。出てきました。で次は外側は次の穴に行きます。次の穴にちっくり刺して内側に行きます。この辺りなんですけど革の収縮が外と内側とずれていて同じ穴が通れない時があります。外側の穴はそのまま使えるんですけど内側が伸びているので若干内側によって通しました。余った革は少しカットして後で小刃加工するのもいいと思います。外側に戻ってきた時の引っ張り具合なんですけど引っ張りすぎると内側の糸が外側に顔を出してしまうのでちょうど革の中で引っ張り合えるようにしてください。
最後は丸結びはしません。5ミリほど糸を残してカットします。そして、お線香をつけて、今火がないのでやり方だけ、お線香をギュッとすると小さな小さな玉ができます。ありがとうございました。ではまた。